店内紹介の第2弾です。こちらがエアコン側で取った場合ですね。こっちが、レンタルのヘッドギアなり、ファールカップかな。で、こちらに、いろんなトレーニングの道具があります。で、目の前にパンチングボールシングルがあって、アッパーバッグって言って、ちょっとこうサンドバッグと違って、このバッグを押すと動きます。で、パンチを打つことによってこのバッグが揺れるんで、それを避けたり、パンチを打って止めたり、いろんなちょっと実践的な動きができる、サンドバッグ、アッパーも打てるっていうバッグですね。で、その横に、従来の普通のサンドバッグがあります。サンドバッグはどこのボクシングジムでもあるとは思うんですけど、一般的なものになります。で、あともう1個はこのパンチングボールダブルですね。これも一緒、さっきのアッパーバッグと一緒でパンチを打つとこうやって揺れます。揺れることによってこれを避けてカウンターだとかディフェンスの練習もできます。で、その奥にあるのがマルチマシンって言って、ウェイトトレーニングの機械で、この機械で、全身を鍛えることができる機械なので、すごく便利な機械です。その隣にあとプライオボックスって言って、よく子供とかのトレーニングでも使えますし、大人でも使える、トレーニングの器具になります。で、あと奥に、ボディバッグとかタイマーで、飾りのグローブで、当トレーナーが現役時代に使ってたような、ウィニング社製のヘッドギアにファールカップ、あとボクシンググローブ、ハンドミット、あとはたくさん、道具はたくさんあるんで、基本的に、ボクシングのトレーニングはもう一通りできるようになってます。隣、あちらの方にも有酸素運動、自走式トレッドミル、マックストレーナーかな、あれも有酸素運動のマシンになりますので、で、リングもこんな形かな。で、こちら側も、これはお客様の、ヘッドギアですかね。で、ローマンベンチで、道具がたくさんちょっとゴミゴミしてますけど、こんな形で、店内の方はなってます。じゃあまたこれもちょくちょく上げていきます。こういった動画をまた上げていきます。